麦茶のりみです。今回ははい、ランドセルをですね見たいと思います。前回ね、ランドセル見たのが多分9月夏ぐらいだったと思うので、まあ約、まあ、4ヶ月か5ヶ月ぐらい経ってるんですけど、久しぶりにねレミちゃんのランドセルの中を紹介したいと思います。はい、まあ、前回ね、お道具箱を、まあ、姉妹でね見て、まあ、結構綺麗にしてたので、ランドセルもねいつもは汚いんですけど、もしかしたら綺麗なのかなって超若干思いつつも見ていきたいと思います。綺麗なの？最近大人になったね、リミ。綺麗にできるようになったんだ。昔、今までの過去のさ、ランドセル紹介をみんな見てくれた人ならわかると思うんですけど、めっちゃ汚かったよね。ゴミの嵐だったよね。ゴミの嵐。ゴミの嵐じゃない、ゴミの嵐って言ったの。どこから見る？はい、じゃあ、ランドセルのポケットからだっけ、いつも。ここ？そのジャック。ここ？うん。じゃあそこから行ってみましょうか。でれん、マスクないけど、マスクの、マスクないじゃん、やばいじゃん。ちゃんとマスク予備入れて。あ、出てきた。買ったやつじゃないのそれ。汚いマスク。あー、ほら出てきたじゃん。なんかのやでれん、予備のハンカチ。予備のハンカチ、それじゃ綺麗ですね。本当？うん。次。あ、なんかこれ捨てたくないって言ってたやつじゃない？前回のランドセル紹介で。じゃあ5ヶ月間ずっとそこに入ってたってこと？まだ捨てたくないの？うん。へえー。大切なんだ。そう。それは何？なんか、使ってないけど、うん、しーちゃんのお下がりの、あー、算数セットの中に入ってるなんかやつかな。おー、それがまだ入ってるのね。それ今使ってない？ね、一回も使ったことない。あー、そうなんだ。じゃあいらないのかな。鍵、あとは鍵ですね。鍵はすぐしまいましょう。ぽーちゃん、はい、それだけかな。うん、うん、オッケー。はい、じゃあ次。わぁ、ティッシュが。あれ、しーちゃん化してない？しーちゃんみたいだけど、ティッシュ3パックも入ってるよ。珍しい。はい。で、音楽用のタオルの予備。あ、はい。予備ね。そう、音楽、今、リコーダーだよね。をするときに、タオルで押さえるんだっけ？飛沫が。よだれ拭くの。よだれ拭いて。たりするんだよね。そのために絶対タオルが必要で。でもね、今やってないんだよ。あ、もう今は緊急事態宣言になっちゃったから、音楽のそのリコーダー自体やってないってことでしょ？うん、そうなんだよね。じゃあこれもう今いらないってことだね。うん。うん、ここ。あ、なんかあって。まだある。あー。コンパスなんとかなんとか。何？コンパスを買った時の。申し込み書、うん、領収書が入ってんじゃないか、もらいましたみたいな。なんか入ってる。見てごらん。なに、コンパスの袋入ってる。でもコンパスは入ってない。じゃコンパスは抜いたんだね、やっぱり。もう出てこないゴミ。うん、はい、じゃあ次。ナプキン袋。それは綺麗ですか？綺麗です。はい。連絡帳。連絡帳。ん？あ、そっか。毛糸。はい、毛糸。はい。下敷き。下敷き。なんだっけ？音読？音読カード。音読カードね。音読したら丸つけたりするやつ。連絡帳。おー、プーさんのファイルになってるのね、今。うん、
それにプリントとか入れていくって感じ？絵入ってる。なんかどうしたのそれ？書いた。リミが？見せて。いやー。いやなの。ね、リミ得意じゃないの？いやだ。ムイくん？ムイムイ書いた？あとリミのおじキャラ作った。おじキャラ？オリキャラ。オリキャラか、オリジナルキャラクター？何それ、ちょっとチラッと見せて。いやーいやーじゃあママにだけ見せて。一でも見せる。ママにだけちょっと見せてよ。いや、嫌なの。はい、じゃあいいです。次漢字スキル。はい、算数。はい、ノート。算数教科書。ゲ国語。ノート国語。教科書。ゲ地学ノート。おお、分厚いね。以上。空っぽ。空っぽ。珍しいですね、ここにゴミは入ってませんでした。こんな感じ。空っぽ。はい。ということで、汚いマスクしてる。ちょっと本当マスクは汚いよ、自分で。なんか黄色いのついてる。やだもう。やばい、これ鼻水じゃないもしかして。ねえ鼻水ついちゃった時に変えたんじゃないの？違うだって黄色いんだよ鼻。もうご飯汚い。ご飯黄色いご飯汚い。もう欲しかったね、マスクと。マスク、汚いマスクとこのなんか封筒のゴミみたいな2点ちょっとね、いかがわしいものが入ってましたけど、まあ、あ、それぐらいかね。この字学もういらないんだよ。パッパンも終わっちゃった？新しい字学ノートはあるの？あるの。うん、はい。でもやってない。やってない。やってない。いや、ダメじゃん、やんなくちゃ。何さらっとやってないとか言ってんの。来週テストだよ。一生懸命勉強しないとね、今週末は。はい。分かった？フォートナイトずっとやってんのダメよ。ゲームだよ。もうほっとくとね、平気でね、5時間、6時間やるからね、リミはね、ゲーム。もうお友達もね、一緒にやってくれるからね、ついついやっちゃうんだろうけどね。ダメよ、もう今週は勉強よ。テストなんだから、学力テストだからね、来週。成績バーンって出るよ、成績バーンって。こうグラフになって。今日のテストはいいの。来週は学力テストって言って、こうグラフとかも出ちゃうようなテストをやるんです。でも成績バッチリ。いや。これ100点ぐらいの。100点取ったら褒めてあげる。本当に褒めてあげる。ねえ、100点取れたらだよ。でも何もしてないのに勉強。でも60何点ぐらいだと思うよ。ダメだよ、だから。そんなこと言ってちゃダメ。だからちゃんと勉強するんだよ、今週末はね。はい、しましょうね。はい、ということで以上になりますかな。今回はスムーズに終わりました。はい、じゃあ他のもしまっちゃおうか。この辺のティッシュとかね。僕は連れて進まないで、僕は連れて進まないでー。何だそれ、先生、替え歌？グレンゲの替え歌？なんで進まないでなの？じゃあマスク補充しなね、下行ってマスク取ってね。もしマスク汚れちゃったら大変だよ、替えなかったら。先生怒られちゃうの？汗みたいなのね、マスクについてんだよ。だから替えちゃんと入れないと。あと給食袋。うんうんうん、あ、のりみたいなのはもう卒業？え、そこの下。あ、それもいらないのかと思っちゃった。いるよ。いるの？ここ入れる。終わり。はい、終わりです。というわけで今回はですね、はい、リミの、はい、
ランドセルを抜き打ちされました。はい、次はバイバイ、グッバイ、シュー、ネクスタイムシュー。元気なくなっちゃった映ってない。待って、まだ止めないで。うん、何？僕、うんちくん。顔見えてないよ、うんちくん。これだ、うん。僕、うんちくん。うんちくん登場。あー、耳の周りにうんちがついた。大丈夫だよ。大丈夫だよ。何が大丈夫なの？